どうも。ああ、大吉。あ、父ちゃん。手伝ってくれ。うん。よかったら顔見てやってください。久しぶり。おう大吉。母ちゃ ん、 ん、あの女の子。ああ、じいちゃんの隠し子。すいません、もうそっくりで。すいません。じゃあ、あの子、お母さんの妹？俺のおばさん？バカなこと言ってないで、あんたも手伝いなさい。どういうこと？いいから。まあ、本当ね。そっくりね。これは驚いたな。これじゃびっくり。だってほら、目元とか。やだ、そっくり。大ちゃんがおじいちゃんそっくりなのよ。うわそっくりだなこいつら。でしょ、俺はそっくりだ。ちょっとか。ねえ、どういうこと？あずみ、お兄ちゃん、うわぁ、何やってんだ。クリおじいちゃん、やめろ。それで、おじいちゃんの隠し子って？死んだのになんでこんなことからてんだ。お兄ちゃん知ってたの？いつから？まだやってる。いい加減にしなさい。たく、子供なんて。お前幼稚園の先生だろ。看護師がさ、家に帰ってまで白衣のデスだと思う？それでは皆様、これよりお別れの儀に移らせていただきます。これはもう下は胸元に。それではお別れお願いいたします。何？リンド？おじいちゃんが好きだった花よ。
もう飽きない。ぜ、これは非常にまずいぞ。あの年で子供作るなんてね、本当に信じらんないわよ。で、相手は誰なんだよ。そんなことはどうだっていい。よくないわよ、6歳よ、6歳。あんた、よしえ、なんで気づかないの。一番近いくせに。自分の面倒はいいって。意固地になっちゃって。あ、それでも何ヶ月かに一回は見に行ってたのよ。でもその時おじいちゃん一人で隠してたってわけ。なんで隠す必要あるの。そうだよ、言ってくれりゃいいのに。いろいろ言われるからだと思うけど。まずい、非常にまずいな。こんないい加減な話、自治会の耳にでも入ってみろ。自治会長を務めるわしの立場は。あの子ね、喋れないんだよ。レーナ、レーナと同じ6歳なのに困ったよね。変だよね。変じゃねえし、喋れるよ。今難しい話してんだから。僕一体お菓子食ってろ。変なお菓子子供ってえので、結局母親は、相手は誰なの。それが分かってれば、今後のことは追って考えるとしてさ、当面誰があの子の面倒を見るかだけど。うちは無理よ、お店忙しいしね。もうちょっとちゃんとした子ならうちで見てあげられるけどね。ちょっと変わった子だしな。せめてもう少しね、可愛げがあれば。おじいちゃん、どんな育て方してきたのかしら。そうだ、幸子さんちどう。そんな、うちじゃとってもあんな小さい子。母ちゃんはさ、うちにいるわけだし、しばらく預かってやれないの。無理に決まってるでしょ。私は暇じゃないんだから。だいたい子供一人育てるのがどれだけ大変だか分かってるの。今まで私がどれだけ自分を犠牲にしてきたか何にも知らないくせに。半端なことしたってかわいそうよ。正直まだ親戚の子っていう実感がね。嬉しい。レーナ、ほら、もうじゃない。おじいちゃんの子供かどうかもね。とりあえずすぐに預かってくれるような施設に当たってみたら。バレるなよ。なるべく遠くの施設を探せ。え、俺が探すの。俺が探すんだ。こんなろくでもねえとこ、子供がいるとこじゃねえぞ。俺ん家来るか。ちょっと大吉、何言っちゃってんの。おじさん、お腹すいた。え、俺んち来るか。なんであんなこと言っちゃったんだよ。
ポール。飯はまだあるんだけど、おかずねえしな。おい。お前の名前なんだっけ？リン。リン。俺大吉。大吉？うん。短い時間でも子育てって大変なんだからね。うん。でも一番大変なのはあの子でしょ。あの子の荷物、ここにはこれだけしかないけど、母子手帳とか大事な書類も入ってるから。これだけ？たく、まさこさん、リン、リン、好きなのに選びな。俺あんままめに洗濯やんねえから、ごめんな。うん。うん。ズボンばっかだな。保育園ではスカートダメだから。そうなの。保育園？でどうやって入れてもらうんだろう。はい。バカじゃないの、カッコつけちゃって。ああ、何、どうしたの、大変なんでしょ、今どこよ。うるせえな、なんか用かよ。お兄ちゃん困ってんでしょ。大吉、これにする。困ってなんかねえよ。
あ、そう。おう、かずみ。保育園でどうやって入れてもらうの？ほら、やっぱ困ってんじゃん。お前んとこの幼稚園は？お兄ちゃん家から何時間かかると思ってんの？何？あ、うちの近くにもあんのか？幼稚園？幼稚園と保育園って何が違うんだ？もう私これ以上待てない。二人で乗り越えればいいじゃないか。あなたのしていることはいいことだと思うわ。でも私はどうなるの？私はあの子のお母さんになんかなれない。さよなら。一時保育。1、あやめ保育園。お兄ちゃんの家に近いけど午後6時半で終わり。2、時は中央保育園。お兄ちゃんの会社の近所で午後7時に終わり。3、ゆりかご保育園。会社よりもさらに遠いけど24時間体制。どれがいいかな。知らないね。あ、おい。なんだよ。あなたの生き方って好きよ。なかなかできることじゃないわ。俺はほっとけなかったんだ。でもちょっぴり不安。安定は愛を殺し、不安は愛をかきたてる。素敵。Anderer Wald noch Land. Begehren ist dir einerlei. Du pfeifst und singst und fühlst dich frei. Du pfeifst und singst und fühlst dich frei. Da zieht Berlings an dir vorbei. Vorbeiziehen ist mir einerlei. Sagst du und wirst ganz blass dabei. Die Konkurrenz schläft nicht. Yeah.
くよ、ゆりかの保育。下時間より過ぎてしまうかもしれないんですけど。わかりました。じゃあそういうことでよろしくお願いします。やべえ、遅刻だ。そんな顔すんな。明るいうちは無理だけど、ちゃんと迎えに来る。約束するから。指切り幻漫、嘘ついたら針千本、絶対飲んでやんぞ、こんちくしょう。指切った。いたちは。じゃあな、待ってろよ。おはようございます。遅いですよ、河内さん。あれあれ、珍しい名前の遅刻。すみませんでした。河内さん、これカタログ用の撮影サンプルなんですけど。お、色見本取っておいてくれる？始まりですから。お疲れ様です。はい。お、河内さん、4番に該当内覧会の件です。お、はい、お電話代わりました、河内です。今後一番に伺わせていただきます、はい、よろしくお願いします。失礼します。はい、本社の河内です、はい、来週の中国の出張の件ですよね。そうなんですよ、どうしても来週発売打ち合わせが入ってしまいまして、すみません。もう一つ注意点があります。飯ちゃんと食ったから。悪ガキとかいねえだろうな。泣いたりしてる今。早く行ったんねえと。それか遠いよ、ゆりかご行け。いいの？全部打っちゃうか。
もうすぐ、もうすぐ着くぞ。頑張れ頑張れ頑張れ。俺次回の店長研修のタイムスケジュールなんですけど。ああ、その日は中国の貿易メーカーから見学者が来るからな。じゃあ少し時間を早めた方がいいですかね。そうだな。わかりました。在庫ない場合になります。その時はこう。二人とも痛い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 。誰だ誰だ母さん。ええ、どう。ああ知らないわよ。うるせえな。何がだよ。緊急一時保育だからなんだよ。あと3日。あバカじゃないの。だから言ったでしょ。どうしよう。あのさ、お兄ちゃん。ん？自分で何とかしなさいよ。え、あ、あ、ちょ、なんだよ。今まで私がどれだけ自分を犠牲にしてきたか、何も知らないくせに。本気で言ってんのかお前。残業の内科に移動させてください。よろしくお願いします。なるほど、そんなことがあったのか。いろいろ考えたんですけど、やっぱ今の職場のままじゃ一人で子育てするのは無理だと思うんです。現にうちのフロアの女性で子育てしてる人は誰もいません。そうだな。うちの会社じゃ子供できたらまず会社辞めちゃうよな。あーでも個人的には残念だな。
そんなの納得できません。先月だってあんなに忙しかったのに、てか河内さんがいなくなっちゃったら日高さんも何とか言ってくださいよ。まあ河内がそう言うんだからよほど考えて残ったろ。こんな状況でいきなり上司が変わるなんてひどすぎます。確かにいきなりだけど、俺河内さんじゃないと嫌です。上司の急な異動なんてそんなもんすげえよくある話だ。いちいち気にするな。大体いくら親戚の子だからってどうして河内さんが犠牲にならなくちゃいけないんですか。保育園だって夜遅くまでやってるとかあるし、他の親戚に預けるとか、とにかく他にも方法はあるはずです。河内くん、相変わらず調子いいの。後藤さん、本当にお子さんいらっしゃるんですよね。いるってば。背の高さで決めつけないでくれる。息子、2歳。あの、俺急なんですけど、6歳の女の子預かることになったんですよ。え？へえ、それで河内くん移動するんだ。後藤さんは降格を希望したとき、正直俺もあいつと同じように思いましたよ。最近は会社に託児所があったりするらしいけど、でもそれうちの会社じゃもうどこの国の話って感じだもんね。託児所があったとしても、あんな満員電車の中毎日子供を連れてくるなんて絶対無理ですよ。そうだよね。後藤さんはお子さんのことで自分が犠牲になってるって思ったことありますか？どうなんだろうね。私も人に何か言えるほどもちゃんとしてないからな。でも子供との時間も自分の時間だから。何、今私いいこと言った？はい、言いました。用意できた？ちょっと待って。リン、飯濃くない？うん。オッケー。よし、じゃあ荷物入れてくれる？うん。タオル。はい。弁当。はい。上履き。はい。歯ブラシ。名前も全部書いたし、よし、じゃあ行くか。リンは俺なんかといていいのかどうか正直わからない。だけど俺が初めて会った孤独で悲しげなリンは、今こうして俺と手をつなぎ無邪気に笑っている。それでいいじゃないか。紹介します。加賀凛ちゃんです。英語教材の
帰りの電話なんか赤ん坊の時から余裕でかかってきますよ。で、その英語教室行ってんの？いや、なんかね、うちの嫁が妙に張り切っちゃってるんだよね。うちの子はタレント事務所に入れようと思ってるんですよ。本当に？はい。俺こんなだけど、娘結構可愛いんですよ。ほら。あ、可愛い。ほら。帽子かぶらないと怒られるよ。日も伸びてるね。男はだらしなくていいんだって父ちゃんが言ってた。大吉もだらしないよ。大吉？うん、大吉。すごいね。ママ。無事だ。俺じゃない。これは汗。はいはい。汗です汗。じゃあシーツ外すからリム手伝え。ねえ、俺のこと起こしたっていいんだぞ。 でも汗だから。汗だろうとなんだろうと起こしていいって。へえ、おねしょか。そんなの全然なかったのに、なんで急に。うちまだ2歳だからな、よくわかんないや。自分のことを自分でやろうっていう気持ちが強いんじゃねえのかな。気づかれないように着替えてたり、なんかこう大吉さんに遠慮してるっつうかな。わかる。子供ってさ、言葉選んで丁寧に話せば案外伝わるし、それで結構難しいこと考えてんだよな。そうそう、俺もさ、昔は子供っつったらわけのわかんない生き物だと思ってたけど、説明する言葉っつうのまだ持ってないだけで、心の中はもう随分と複雑になってんだよな。人は見た目じゃわからないもんだね。どういう意味ですか？トイレ行ったか？うん、行った。じゃあ、おやすみ。おやすみ。うん。あ、俺が帰ってすぐ入った時のまま。リン、便所行ってねえじゃん。くそ、ほんと女は嘘つきだな。子供生まれたのさ。リーン、お前本当はトイレ行ってなかっただろう。どうした？
怖いのか？夜はちゃんとついてってやるから。ちゃんと行けよ。それで漏らしちゃった時が？着替えるだけだ。凛はまだちっこいんだから気にするな。俺なんて正午くらいまでしてたぞ。え、本当に？ああ、もうじゃーじゃーってこんなでっかいんだぞこんなのがあった、こんな泣きちも死ぬ？泣きちも死んじゃうの？死なない？絶対に？そりゃいつかは死ぬだろうけど、ずっと先のことだ。凛がお姉さんとかおばさんになるくらい？おばあさんになったら死んじゃうの？まあいいから心配すんな。よいしょ。大丈夫だって。当分は死なない。頑丈だから。な、だから心配すんな。リム、じいちゃんのこと、じいちゃんのどんなこと覚えてる？いっぱいあるよ。うん、あのね、おじいちゃんね、朝起きてから裸になってこうやってタオルでゴシゴシするの。その後ね、こうやってなんかペコペコさせてはぁってするんだよ。でね、その後のポーズはこんなポーズ。あとね、おじいちゃんね、コンビニのね、おにぎりの袋がうまく剥けないの。あれ1、2、3ってあるのに、おじいちゃんね、いつも間違えてね、破ってるの。ビリビリにね、破けたね、海苔をね、おにぎりにくっつけて食べてやるの。あとね、おじいちゃんね、キャラメルの食べ終わった紙あるでしょ？あれでね、お船作ってくれたの。お水に浮かべて、ふーってしてみたらね、おじいちゃんの船はスーっていっぱい進んだんだよ。あとね、おじいちゃんね、お家の中でこうやってキコキコ走るの。お家で？うん、お家、うん、それでね、キコキコ走ってたらね、うん、プップッと鳴らしちゃうのキコキコプップ、キコキコプップキコキコプップキコキコプップおじいちゃんって今どこにいるの？うん、お墓。それとここ。ここ？うん。凛がじいちゃんのことを忘れない限り、じいちゃんは凛の心の中にずっといるんだよ。凛のことちゃんと見てる。覚えてられるかな。忘れないよ。キコキコプップ、キコキコプップって。リンドウにお水あげてもいい？じいちゃんはなんて？いいよって。
チうんこおじいちゃんの墓にしてもいい？リンだけの内緒の墓。俺は？じゃあ大吉とリンの。いいよ。おじいちゃん。風邪ひくから。もう行くか。じゃあ消すぞ。消しちゃダメ。これあるよ。大丈夫。目開けてみ。綺麗。これでもう怖くないだろ。うん。おやすみ。ありがとう。うん。できた。こっちが大吉で、こっちはお父さん。お父さんと大吉は一緒じゃん。違うよ。男は料理できなくていいんだぞ。なんで？父ちゃんが言ってた。あれ、友達できたのか。あれ？東京お待たせ。握手。りんちゃんが後期の初めてのお友達。握手。あの雑誌にモデルで。ちょっとあんた、熱あるよ。ええ。大きくあんと開けて、あ、そう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 、いいよ。あ、もうちょっと開けて。インフルエンザではなかったみたいです。よかった。凛ちゃん大丈夫？あそこの医者はいつでも見てくれるんだよね。ていうか、あんたは自分で歩きなさい。じゃ。気づきませんでした。リンがこんなに熱があったなんて。もしかしたら朝から。あんたがうろたえてどうするの？え？こういう時は親が落ち着いてあげないとさ。大丈夫って言ってあげないとね。しっかりしろ、大吉。おう。ほら、大吉さん。
はようございます。大丈夫？リンが全然水飲まなくて。ちゃん、暑かったでしょう。うん、あ、暑かったの？熱が上がりきったら温めない方がいいの。そうなんだ。ごめん、リン。はい。これ？うん。どう？気持ちいい。大丈夫か？お前は映るからこっち来んな。ちぇ。ありがとうございました。もう何をすればいいのかさっぱり。本当助かりました。うん。あの、実は俺、凛の父親でも何でもなくて、ただの親戚なんですけど、正確に言うと凛の甥っ子に当たるわけで。そう。この前さ、凛ちゃんあんたにしがみついてたでしょ。子供は誰が助けてくれるのか分かってんじゃないのかな。凛ちゃんにとってそれがあんた大吉なのよ。今の凛ちゃんには大吉がいれば大丈夫。もう一日休みます。え、大丈夫です。はい、すみません。
はい。お、大物も大吉か。ああ、おじさん、どうも。いやー、素晴らしいんだよ。いや、偶然会ってね、ばったり会って、うん、とにかく素晴らしいんだ。詳しいことはじいさん家で話すから、明日昼過ぎ待ってるから。それじゃ。いやー、大吉君、大吉君、よく来てくれた。杉山さん、ちょっと。こちらは杉山由美子さん。こんにちは。こんにちは、杉山です。いやー、偶然巡り合っちゃってね。この人に何でも相談したらいい。何でも相談に乗ってくださるから、いろいろとお詳しいんだよ、子供のことに関して。行き先とか、いろいろと。お困りなんですってね。困ってることなんて何もないです。いろいろとあるだろう。里子とか養護施設とか。たく心臓のやつは何の役にも立たん。お兄さん、児童施設ってそんな簡単じゃありませんよ。何を言っとるんだね。本当、何でもおっしゃってください。本当に何もないですから。大吉君、無気になるのはいかんな。本当に結構ですか。大吉！じゃあ、何かあったら、ね、いつでもお電話ください。じゃあ、そろそろ失礼します。よ、ね、駅まで送っていただけるかしら。毎日大変でしょう。全然。でもお仕事も終わりなんでしょ。保育園に通わせてますから。でもまだ手のかかる年でしょう。凛はいい子ですから。まあ気を使ってるのかしら。彼女とかいらっしゃるの。あら、かっこいいのに。今はいいけど、そういう人ができたら邪魔にならないかしら。初めてのデートに子連れっていうのも変でしょ。それにいくら相手が6歳の子供でも、彼女やきもち焼くわよ、きっと。邪魔だなって思うわよ。何なんですか、何が言いたいんですか。簡単じゃないって言ってんのよ。犬や猫じゃないのよ。時期が来たら反抗もするし、病気したり嘘ついたり傷ついたりするのよ。所詮あなたは誰かの代わりよ、ね、誰かが放り出した責任をあなたが勝手に拾ったの。そんなの大事にできる。これから先ずっと大切にできるの。わからないですよ。でもだったら何なんですか。もし邪魔に思ったら、その時はムキにならないで家に連れてらっしゃい。ちゃんと育ててあげるから。
モデム？ウサギに髪の毛はねえぞ。曲上げでいいのか。ウサギさんみたいな髪の毛にしてほしいの。マリン、じいさん家にさ、パソコンあった？前に行って前。あ、パソコンってわかる？うん、わかるよ。おじいちゃん家にあったし、おじいちゃんも使ってたけど、ほとんどお手伝いさんが使ってた。へえ、お手伝いさんいたんだ。うん、お手伝いのまさこさん。ねえ、まさこさんってどんな人だった？まさこさんは私のこと嫌いなの。だからいつも怒ってて、怖いから。だから私もまさこさんのこと嫌いなの。そっか、オッケー。どうかな。あれ？何それ？で、何それ？何ダンス？お遊戯会のことはうちの人には内緒なんだから。ん？お遊戯会？だから見てらね！HTTP。 おお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 本名吉井雅子。雅子！おはあ、くそ、こんなところにいやがったのか。雅子め、メール、メールしてやるか。してやるぜ。ったく、こんなところ。はや、もう来たのか。そうですけど、何ですか。
頭きた。頭きちゃったよ、俺は。ふざけやがって、この野郎。なら、はって、話したいことがあります。もちろん、リンは、連れて行きません。連絡先も書いとくか。ほら。場所を指定していただければこちらから伺います。はいはい、ああ分かります。はいはい、分かりました。土曜の午後2時午後4時で、分かりました。はい、よろしくお願いします。失礼します。ちゃん、いらっしゃい。おかえり。こんにちは。おりん、何隠れてんだよ。こんにちは。もう最悪、電車で超うざうやつが。みーちゃん、何してんの？なんでここいんの？こんにちは。ご挨拶は？やめろよ。ほら触んなって。ほら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 、かずみ、やめろ。不安だな。すぐ戻る。すぐ帰ってくるからな。じゃあ行ってくるから、おじさんとおばさんの言うことをちゃんと聞くんだぞ。じゃあかずみ頼んだぞ。知らないよ。くそ、まさごめん、待ってろよ。漫画家なんですか？凛を手放したのはその仕事が原因でしょうか？凛を娘だと思うべきではないという決心はすでに妊娠中に。私ずっと売れなくて、でお手伝いさんやってる時に総一さんと出会って、やっと大きい仕事もらえたって思った矢先に妊娠が分かって、子供育てながらできることじゃないなって思って、実際妊娠中は大変だったし、それでも不思議と凛が生まれた時は可愛く
愛おしく思いました。不思議と。だから私は母親じゃないって自分に聞かせながら仕事との両立を必死に頑張ってたつもりです。けどやっぱり生活を昼方にするのは辛いし、打ち合わせで夜出る時もあるからやっぱ起きてないと。何より物理的に不可能というか、あの僕が凛と暮らしていくのはあなたとしては問題ないことなんですか？はい。あなたは一体凛のことを今どう思ってるんですか？大切なのかそうじゃないのか。お待たせいたしました、こちらカフェでございます。失礼いたします。わかんない。どう考えても俺の方が保護者としては絶対マジだ。ふざけやがって。親子への罪悪感とかそういうの全部捨ててやるからな。なろう。あのすいません。はい。お願いがあります。あなたと同じ名字を使わせてやってください。名字？保護者と名字が違ったらきっと嫌な思いすると思うんです。お願いします。何考えてんだ、わけわかんねえよ。凛が寂しがってる。笑顔笑顔。ウサギちゃんみたいにしてってね。あれそういや服もこんなだっけか。これかずみお姉ちゃんの服。ねえりんちゃん、これなんかどう？機械編みだけどかわいい。ね、あこれなんかもサイズぴったりなんじゃない？ほらあらねえ、これ着てみてもいい？最初はどうなるかと思ってたけど連れてきてよかったよ。そうだな。まあ、大吉、お前凛ちゃんのために職場移動しただってな。うん。母さん心配してたぞ。気にしてんのか、あん時の母さんの話。今まで私がどれだけ自分を犠牲にしてきたか、何も知らないくせに。意外なところで鋭いな、父ちゃんは。意外なところは余計だろ。僕にもお前みたいな勇気があったら母さんに辛い思いをさせることはなかったのにな。お前産んでからも母さん仕事してたんだよ。母ちゃん仕事してたの？すごく仕事熱心な女性だったんだよ。あの頃民間企業で妊娠出産を乗り越えるのはもう大変なことだったのに。
和美を妊娠した時も母さん仕事続けたいって言ったんだ。だけど無理がたたってしばらく入院することになってな。なんとか回復して出社した時にはもう母さんの居場所はすっかりなくなってたんだ。それやこれや心身ともに芳しくなかったから、和美が生まれてきた時はお前とは全く違ってちっちゃな赤ちゃんだった。考えてみると子供のために会社休んだり早く帰ったりしてたのはいつでも母さんだった。お前は偉いよ。その後、和美は？もう何でもかんでも和美優先で大事に大事に育てられたもんだから、あの通り傍若無人に育っちまった。ここのこれあるじゃん、うん、これのところをクワーッてクワーッてクワーッてやった方がかっこいいんじゃないかな。左もいいじゃん、かっこいい、その方が絶対目立つ。おばちゃん、うん、凛を養子にするのってどうかな。ん、向こうがそう言ってんのか。いや、学校とか行くようになったらおもちゃと同じ名前の方がいいだろうかな。母ちゃんの名前使わせてほしいって言ってるんだけど。よしってどうだろう。ま、凛の気持ちが最優先なんだけど。で、どうした、ね、なんだよ、わかんないからちゃんと言え。また来ていいってさ。もちろん、おばちゃん待ってるからね。いつでも来てちょうだい。なあ、リン。ん？リンさ、河内リンになる？え？加賀リンから河内リン。それってどういうこと？俺がお前のお父さんになるってこと？やだ。加賀リンの馬がいい。そっか。大吉は大吉のままがいい。おはよう。大吉さんでしょ。おはようございますでしょ。おはよう。なんかあった？別に。おはようございます。かけてるかな。なんだね。わ、楽しそうだね。これ何ね。お父さんとお母さんと私とボーリングして。ボーリングに行ったの？楽しかった？うん、楽しかった。これは何を思うんだろうね。お母さんとお父さんの絵いっぱい描こうよ。先生に見せて、描いたら。何じゃ
だっけ搬出。2時だよ2時。2時全然時間ねえじゃねえかよ。どこ行ってるんだよ。ああ、もうちょっと後藤さん、後藤さんこっち。私はいはい、え、おい何やってんだよ。頼むよ。え、はい、すぐ行きます。リンがいなくなった。リンちゃんいなくなったって一緒に行こう。探してるんですけど、6歳の女の子と男の子で、女の子は髪が肩ぐらいで半袖の T シャツを着てて半ズボン履いてて、知れないよ。もうすぐ近くだと思ったんだよ。おい、どうしたの。は？リン？リン男がやった。知るか。母親のところにも入ったんだろう。よかった。こっからすぐそこだから。よし。そっち、そっち行ってませんか。あのちょっと今修羅場なんで、あの2時間後ぐらいに。さあ、ね、どうだ。Thank you.
度家に戻ってください。凛ちゃん帰ってくるかもしれないし。大丈夫、絶対大丈夫。俺の父ちゃん死んだんだ。お仕事で遠くに行ってるんじゃなかったの？母ちゃんはそう言ってるけど、俺本当は知ってるんだ。本当は父ちゃん死んじゃったんだ。母ちゃん時々ここに来るんだ。笑ってるけど本当は泣いてるんだ。俺わかるんだ。死んだらお墓に入るんだぞ。私の父さんも墓に入ってるよ。リンの父ちゃんも大吉だろ。違うよ、私のお父さんおじいちゃんだもん。だから父ちゃんここにいるんだ。うん、起きないんだよね。うん、もう起きない。もう会えない。さよならしよう。コウキ、どこ行ってたの？父ちゃんの墓。俺、父ちゃんにさよならしてきた。コウキ、コウキ、ごめんね、ごめんね。コウキ、お兄ちゃんだね、偉いね、かっこいいね。してたんだぞ。みんなで探したんだぞ。もしもし。
無事だ。二人とも帰ってきた。ああ二人とも無事だ。無事に帰ってきた。起こさないであげてください。今日は本当にごめんなさい。コウキがリンちゃんを追い回しちゃって。本当にもしものことがあったら。無事でよかった。ぐっすりですね。大きくなっちゃって。そうなんでしょうね。あ、そうだった。ごめんね。子供は成長すんのね。体も気持ちもどんどん大きくなっちゃって、こっちはついていけないよ。うん。二人を待ってる間思い出してたの。あの人が死んでから私はコウキにどんな風だったのかなって。イライラしてひどく叱ったり、一日中ぼーっとして話聞いてあげてなかったり、朝起きられなくて保育園遅刻したり、そんなんばっかで、なんかすっごく惨めで、コウキは私のこと本当に嫌になっちゃって出てちゃったのかなって。今朝もすっごくくだらないことで叱って、叱った後にすっごく不安になって、コウキには私しかいないのに、こんなんで全然ダメだなって。俺めちゃくちゃ怖かった。リンがいなくなったって連絡があってから膝とかガクガクしちゃって。親になると強くなるもんだと思ってたけど違うんですね。臆病になるんですね。仕事の仲間とか親父や袋に一緒に探してもらって、一人じゃ無理だって改めて思った。いくら気合い入れたって一人じゃそんなに強くなれないし、こんなちっこいのいたらビビって当然だから、イライラも当然。なんて偉そうに。うん、なんかすごく納得。でもますます自信なくなってきた。そんなことないですよ。コウキすげえいいやつだし。大吉も
終わったら帰ろう。でも男は怖くても行かなきゃいけない時があるんだ。勇気は自分のためじゃなく誰かのために使うもんなんだ。みんなで力を合わせて頑張ろう。あどういたしまして。ちょっとどういうこと。内緒だよな。ねえ、ね、また遊ぼうね。おねえ、なに、どういうこと。いいなあ、この結婚とかしたい。何言っちゃってんの。凛の心の傷が癒えたのかどうかわからない。でも俺は確実に凛に癒されている。よし、じゃあな。うん、できます。毎朝
こうして凛の元気な後ろ姿を見ると、今日もいい一日でありますようにと思い、夜、凛と一緒に眠るとき、一日が無事に終わったことを感謝したりもする。ちなみに後期と大冒険をして帰ってきた日から、ピタッとおねしょはしなくなった。みんないつかは大きくなって恋をして、結婚して子供が生まれて親になって、またその子供も親になって、こうして見渡してみると、どこもかしこもお父さんとお母さんだらけじゃないか。愛であふれてるじゃないか。かわいいってこれ。絶対おかしい。お前視力いくつだよ。ここにも親バカが2名。大吉さん、どう思います？うちはかわいそう。こっちでしょ。悪くないなと思う。弱いね、だけど時々強いね、君がいてくれてハッピー。